ご視聴ありがとうございます。ブンちゃんチャンネルのブンでございます。残念です。残念です。非常に残念です。今年買った巣丸ごと退治するタイプのゴキブリ駆除剤。効きませんでした。満足のいく効き目ではありませんでした。いや、もしかしたらね、プは他の類似品とね、ほぼ変わりない効き目で、逆にね、ブンさんがおすすめしているこの2つの駆除剤が効きすぎていたのかもしれません。前にね、公開した動画を見ていただきたいんですけど、どれやったかな？これや。家中のゴキブリを全滅できる最も合理的な対策。ご視聴ありがとうございます。この動画ですね。この動画はですね、2019年の8月1日に、公開したものです。まあ、やっぱね、その頃に設置しました。8月の初めにね、設置して、約1ヶ月経って、9月に1匹。そして10月になって2匹も出てきました。全部ね、このアースジェットで直接駆除しました。やっぱね、1年効くって書いてるんですけどね、設置して3ヶ月も経ってないのにね、3匹はね、ちょっとね、我慢できませんでしたね。3アウトチェンジということでね、すぐに買いに来ました。プロが驚く効き目、ゴキファイタープロ。やっぱこれですね。ところでね、なんで今年バッを買ったかというとですね、去年使ってね、効果が高かったので、今年もね、このゴキファイタープロを買いに行こうと思って、お店に行ったら、なかったんです。売ってなかったんです。まあ、ないものはしょうがない。バッもね、同じ有効成分なんでね、まあ、ええかなと思ってね、買ったらこのざまでした。まさかね、こんな、早くチェンジする羽目になるとはね、予想外でした。ちなみにね、巣丸ごと退治するタイプの駆除剤で今まで試したものは、一番のおすすめが、これ。食いつきが違うフマキラ放散団子。これはね、半年なんですけどね、効き目がね。って書いてあるんですけど、まあ、実際はね、1年以上持ちましたけどね。続いて、プロが驚く効き目、ゴキファイタープロです。これは1年いなくなるタイプですね。そして今年買った、プロが使う速効成分、フィプロニル配合の、です。これにも1年効くって書いてあります。まあ、ゴキファイターのようにね、プロが驚く効き目ではないんですけど、プロの使う速効成分、フィプロニル配合ってことなんで、プロは使うけど、プロは驚かないってことなのかな？ということで、前に公開した、家中のゴキブリを全滅できる最も合理的な対策という動画の中で、放散団子とゴキファイタープロについてはね、実際に効果が高かったことが確認できているのでお勧めしました。その後ね、今年初めて使う、アップについてはね、ブンさんはこんなことを喋っています。ブンさんは効果があることが確認済みなので、これからもこのような巣丸ごと退治するタイプの駆除剤を毎年買い続けていくつもりです。やっぱり個人的に一番おすすめなのは、これ。元祖半生放散団子です。次がゴキファイタープロですね。まずですね、元祖半生放散団子はケースが18個入って、そしてそれぞれのケースが小さくて3種類の形があること、色がね、黒じゃないので家の中でね、あまり目立たないこと、あからさまに黒くて大きいとね、見た目の印象が悪いですよね。ただ速効成分のフィプロニルが入ってないし、持続期間がね、6ヶ月とね、短いのが残念ですけど、実際1年以上持ちましたし、家の中を清潔にしてればね、まず冬はゴキブリ出てこないのでね、1年持つ必要ないんですよね。もしゴキファイタープロが黒じゃなくて黄色とかね、茶色とかならね、これには速効成分のフィプロニルが入ってるし、効き目も長いし、ケースの形がね、4種類あるからね、一番のおすすめになるんですけどね、この丸いのはいらないけど。プもね、フィプロニルが入ってるので、まあ、効くとは思うんですけど、このケースの丸い形はね、実用的じゃないと思うんですよね。これについてはね、1年使ってみてから判断しようと思います。
また来年動画でレポートするかもしれません。この辺1年使ってみてから来年レポートするかもしれませんって言ってたのにね。たった3ヶ月も経たないうちにこのような残念なお知らせをする羽目になってしまいました。非常に残念です。ただね、についてはね、まあ、文さんの家の構造が合わなかったのかもしれませんし、駆除台のね、置き方が悪かったのかもしれません。もしかしたらね、皆さんのご家庭ではよく聞くかもしれませんので、一概に聞かないとは言えません。まあ、実際に設置してからね、1ヶ月ちょっとね、出てきませんでしたからね。まあ、これが普通なんでしょう。やっぱり宝山団子とね、ゴキファイタープロがね、聞きすぎていただけなんじゃないかな。ということで、今のところ文さんがおすすめのゴキブリ駆除剤は、一番のおすすめが食いつきが違うフマキラー宝山団子。次のおすすめが、プロが驚く効き目ゴキファイタープロ。この二つです。他の商品についてはね、試していないので何とも言えません。ただ言えるのは、家中のゴキブリを全滅できる最も合理的な対策の動画でもね、お伝えしたように、巣丸ごと退治するというコンセプトのゴキブリ駆除剤が最も効果的であるということは、経験上間違いありません。間違いありません。間違いありません。まだね、この動画を見てない人は、動画説明欄にリンクしておきますので、合わせて見ておいてくださいね。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。よかったらサブチャンネルの方もよろしくお願いします。ほな、さいなら。